Before we dive into today's episode, I want to know if you are experiencing this. エミさんだからできるよね、まるまるさんだからできるよねとか、まるまるさんはちゃんと発信してビジネスも続けてすごいって評価されることがあっても、実は心の中で焦りや不安を感じていることあったりしませんか？エモーショナルの感情ローラーコースターに乗っているような状態から抜け出して、真の自分を信じる自信を持って安定したビジネスを続けたい、そして自分の専門性を確立してクライアントをサポートしていきたいと思っているあなた。Listen up. 今、誰でも AI の力を借りてコーチと名乗って SNS で発信できる時代です。でも、あなたは、このポッドキャストを聞いているあなたはそんな表面的な存在ではありません。 I know you。 あなたは本当にインパクトを与えたいし、リーダーとして大きく活躍していきたいって考えています。 But how? でもどうやってって思っていますよね。 Here's the thing。 マーケットやオーディエンスの変化を理解して自分の専門知識を深めて体現するリーダーこそが継続的なビジネスを続けることができます。ビジネスには上がり下がりがつきものです。右肩上がりだけではありません。そんな時でも専門知識をアピールして信頼を築いてブランドの価値を高めることが重要です。この要素をしっかりと実践してあなたのサービスをクライアントに届けるための深いマインドセットワークや専門家としての地位を確立してローンチをする5つの段階、そして結果が出ない人がよくやってしまう間違いを学べる無料のマスタークラス Launch to Expert Status が7月22日からスタートします。ビジネスをすでにスタートさせているんだけれども本当にこれでいいのかな、不安や焦りを感じているあなた、ローンチのプロセスを改善して自分の本質を生かしたいって思っている方、ぜひ専門家としての地位を確立するローンチ、このマスタークラスに参加してください。このマスタークラスの登録リンクはポッドキャストのショーノート、または私のインスタグラムからアクセスすることができます。 I will see you there。 Welcome to Deep Within PodcastI am your guide, Emiko Rasmussen. このポッドキャストは Soul Purpose、 魂の目的を最大限に表現して自分自身を導いているあなたのためにお届けします。 Deep Within. This is a space where your inner power, inner knowing, inner truth, inner peace, and inner wealth all exist.内側からの成長、そして本来のあなたをエンボディすることで、あなたの芯が根強く広がり、あなたの内側に存在する愛と豊かさの器も広がり、外側に溢れ出していきます。あなたはただビジネスをやっているだけじゃない。You are creating a movement and leaving a generational legacy. この道のりには多くの内なる葛藤、戦い、不安、恐怖と向き合いますが、 You are actually meant to walk this path. 大丈夫。 Trust yourself without seeing any evidence. I am here to guide you. Are you ready to go deep within and activate your inner feminine power? You are about to step into your next level leadership and become the living embodiment of who you truly are.Now, close your eyes, put your hands on your heart. Welcome back home. Hello, beautiful souls. How are you doing? And thank you so much for listening to the Deep Within Podcast. 皆さん、こんにちは。今日もこのエピソードを聞いていただいてどうもありがとうございます。今日のエピソードは、私がインスタグラムのライブでお話ししたことをこちらのポッドキャストにも、
ボイスの部分を落としています。なのでもしも私が話しているものを見たかったらIf you wanna watch me talking、go ahead and go to Instagram。 でもまあ私はね、あの Instagram って自分のメッセージを落とす場所ではあるけれども、落とすというかこう、あの皆さんにシェアする場所っていう意味では使っているけれども、実は私はそう、なんていうのかな、ライブ見たりするのも本当に好きじゃないし、やっぱこう長いロングフォームのコンテンツとかはやっぱ耳で聞く方が実は私は好きな人ですなので、ポッドキャストにもね、このようにして、シェアするので、インスタグラムでロングフォームを聞きたくない人、ぜひこのポッドキャストを楽しんでください。で、エピソードの前に、エピソードというかライブの前に、皆さんに7月のお知らせをします。で、7月は Launch to Expert Status って言って、専門家としての地位を確立するローンチっていうものをテーマにして、マスタークラスをします。で、これは正直言うと、もう本当に初心者でまだ何もオファーがないとかっていう人は、あの時間が無駄になってしまうので、もうこれは本当にある程度ビジネスっていうところで、もう初心っていうところではなくて、お客様をウェルカムする、そのシステムとか柱っていうのが立ってる人に参加してほしいなっていうふうに思います。で、マスタークラスの期間が7月の22日から25日、これはアメリカの日付なので日本は23から26なんですけれども、録画は24時間だけアクセスがあります。なので無料の情報だからっていう軽い気持ちで、登録するのはもう本当にお断りしています。もうここでしっかりと学びたいっていうふうに学んで実践して、で、ここでせっかく過ごした時間、エネルギーっていうのをしっかりと自分の形として形にしたいなっていうふうに思う人だけに来てほしいなっていうふうに思います。で、この登録は、一度 E メールで登録してもらった後に、そしてフォームで、フォームにも登録をしてもらいます。で、それが完了した方だけに参加できるリンクを送ります。なので、かなりシリアスに、無料だけれどもかなりこう真面目に、このマスタークラスを受けたい人だけの88名様限定のマスタークラスです。で、どういうことを話すかというと、リーダーとして、起業家としてのマインド、で、ローンチをする時のマインドっていうのもそうなんだけども、その効果的にリードして成功するために必要なマインドセット、okay? っていうのをお話しします。そしてローンチの5段階、ローンチのプロセス、自分の商品サービスを知ってもらうっていうローンチの5段階についてお話もしますし、一般的なこうローンチのミステイクっていうね、間違いっていう落とし穴だったり間違いっていうのを、お話します。そして私はそのこういう風に成功するにはこういうやり方がいいよっていう、そういう教え方は全くしません。で、なぜかというと、私は自分のそのエネルギーのデザインっていう、自分に合ったデザインっていうのを大切にしているので、自分の本質を最大限に生かすために、本当に自分に合うローンチっていうものを教えます。だからこれはなんかこういう風にしてあなたらしい、こうあなたらしいビジネスをしましょうとか、か そういうことじゃなくて、もう本当にそのあなたらしいそのビジネスっていうのは自分で理解できるように、セルフリーディング、セルフリーダーシップができるように説明をしていきます。だからこうこうこうして、こうこうこうすれば自分らしいビジネスができるよとか、そういうことじゃなくて、それは自分で、もちろん自分らしくやるってことは自分でそれをこうクリエイトしていくんですよね。で、だからこの専門家としてリーダーとして起業家としてこれからもビジネスを続けていく人たちにとっては、それがもう普通当たり前になっているはずですよね。なので、そういうとこが、もうそういうプロセスっていうのは大切だっていうふうに分かってる人に来てほしいなっていうふうに思います。で、このマスタークラスに参加すると、専門家として存在感を高めて、でローンチを通して自分の地位を確立するっていうね、そういう方法を学ぶことができます。 Alright, so if you're interested in、 私のショーノートにも、登録のリンクを貼ってありますので、88名限定なので早めにご登録をください。 Alright, ということで今日の、エピソードは Heart to Heart、No, it's not Heart to Heart Heart Centered Business ということで、ハートとハートでコネクトするっていうビジネスはどういうことなのか、 Heart Centered Business のことについてのエピソードをお楽しみください。There you go. Hello, hello, Instagram. How are you doing?、今日はライブでメッセージを送りたいと思います。
で、今日の話すトピックはハートとハートでコネクトするビジネスっていうことをね、お話ししていきたいんですけども、なんでこの話をしたいかっていうと、私がね、なんで話をして、こういう話をしたいかっていうと、まあ、常になんか理由があって、で、今日もこの話っていうのは私のプライベートのメンターシップのね、クライアントさん、ビジネスターズの方とのカンバセーションのところでこう出てきたカンバセーションなんだけども、そのハートとハートっていうところで、ちょっと私ノートがあるので、ちょっと目線がね、ちょっと上に行くかもしれないんですけども、ちょっと本当にノートをね、フォローしてないと私かなりぶっ飛ぶんでノートを見ながらね、お話をしたいと思います。 So, 人間と人間がハートでつながるビジネスをやろうと思ってビジネスをスタートしているのか、それともお金を追いかけるビジネスになっているのか。で、ここってすごいトリッキーだと思っていて、ハートとハートでビジネスをするっていうのでスタートしたんだけれども、いつの間にかどこかで自分のフォーカスっていうところがお金を追いかける、数字を追いかけるようなビジネスになっている人ってたくさんいると思うんですね。別にそれが悪いことじゃなくて、 It's okay. 別にそれが全然悪いことじゃないです。 OK? で、自分でビジネスをやるっていうふうに決めた人たち、私たち起業家で、その理由っていうのはやっぱりハートとハートでコネクトをしたいっていうのが一番だと思うんですね。皆さんはどうでしょう。ハートとハートでコネクトしたいから、そのこう企業っていうところで働く、その選択もあるけれども、その選択を選ぶのではなくて自分でビジネスをするっていう選択をね、皆さんしてると思うんですね。 OK? 私もそうです。で、こう大きなカンパニー、big big big companies, right? The CEO。 私も CEO だし、起業家の人たちみんな CEO です。自分でビジネスっていうのをこうリードしていく CEO だとしたときに、大きなカンパニーのその CEO の人って normally, right? コーポレートで働く人っていうのは、その会社を動かすっていうところにすごくフォーカスしてると思うんですね。会社を動かす、で、big vision, right? 大きなビジョンがあったりだとか、その会社のその人を動かすだったりだとか、そう、会社自身を動かすっていうところだから、そのお客さんと CEO の人がどれだけお客さんとコネクトしてるかって言ったら、正直多分コネクトってできてないと思うんですね。別にそれが悪いって全然言ってなくて。で、私たちは CEO、起業家としてお客様とコネクトができる、そっちですよね。そっちを選んでるわけですよね。Right? それなのに、ハートとハートでコネクトするのを忘れてしまってる人、とりあえず戦略、とりあえず数、とりあえずこういうふうにやらなきゃっていうふうに、もう本当に何かを追っかけるような形になってしまってる人たちがほとんどなんですよね。分かっているんだけれども、本当は分かっているんだけれども、自分のマインドと自分のハートっていうのがもうディスコネクションしてる人がたくさんいると思います。私も本当にブレる時だってあります。全然私は完璧じゃないから、そういうブレる時だってあるし、でもマインドではね、でも自分のハートがどこにあるかっていうのをしっかり、まあ、どこ誰とみんなどこにハートがあるかっていうのは分かるんだけども、そうじゃなくて本当に自分がビジネスに対してのハートですよね。どこにあるのかっていうのを本当にしっかりとぐさって刺しとかないと、もう本当にイージー、right? その本当にどっかにもう飛んでってしまうっていうのはすごくあると思うんですよ。で、私たちはどんなオプションを選んでいるかっていうと、hard, right? ハードなオプションを選んでると思うんですよ。やっぱ会社で働くっていうことは、会社で働く方がお金が欲しかったら全然早く働く、あのお金を稼ぐことってできますよね。それを選ばない私たち、カスタマーサービスもするし、マーケティングもやるし、特にね、アシスタントの人とかがいない場合はマーケティングもやるし、セールスメッセージもやるし、カスタマーサービスもやるし、会計もやるし、人をハイヤーする、まあ人をハイヤーするのもやるし、タレントデベロップメント、自分で自分を成長させるっていうのも全部やりますよね。 It's a hard job. 難しいというか大変な仕事だと思うけれども、 What is the big reward? 大きなリワードは何かっていうと、結局のところハートとハートでコネクトするっていうところになりますよね。 CEO、 大きな会社とか普通の会社とかで働くと、お客様とコネクトしない部署だってありますよね。ただ単にその CEO とかその会社の思いっていうところに賛成して自分の役目にフォーカスをする。だからお客様とのコネクションっていうのとかもない、全くお客様とコネクトできない部署、仕事、役割っていうのもある中で、私たちは We get to do all、 全てやることができるっていう、そこが大きなリワード、大変だけれどもそれが大きな本当にこうギフトだと思うんですね。だから私たちはハートとハートでリードできる。Okay? で、ルールとかそういう誰かが決めたルールだとか、その数字だとかっ
やり方っていうのにはこだわらずに、自分のやりたい方向で自分のハートを大切にしてやる、right? だからそれをする、本当にそれができるんであれば焦る必要もないし、煽る、誰かそのお客様に決断をしてもらうときに何かをこう煽る必要もないし、急がせる必要もないし、脅かすような不安に落とし込むようなマーケティングっていうのも全くする必要はないです、right? でもなぜか知らないけれども、そういうことをやらないと、なんかこういうことを言わないとお客様が決断してくれないかもしれないとか、こういうふうにしないとお客様が来てくれないかもしれないっていうふうに、どうしても勝手に自分の中でルールをこう作ってしまう人たくさんいます、okay? だからこれがこうマインドセットっていうものですよね。その表面的な、その自分は自分の強みを探すとか、自分のあるの長所を探す、同じか強みを探すだったり、なんだろう、自分はできる、自分はできるっていうのをこう理解するとか、もちろんそれもそうなんだけども、私が話すマインドセットっていうのは、私のセッサーズの人だったらどういうことか、 you know what it is, right? Mindset, the mindset, right? The deep, deep, deep mindset。 その部分っていうのは、そこをワークすると何がこう出てくるかっていうと、やっぱり本当の自分はこうしたいんだけれども、そこのブレがある。どういう、 こう無意識な思い込みをしているか、どういう結局のところ、どういうフィアがあるかっていうのも本当にもうゴロ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 出てきて、それをどれだけ、例えばじゃあお金に対してっていうのも、これも私のベストセッサーズのこと彼女見てるかな、見てないか、彼女見てないからかもしれないけども、お金っていうところもどれだけニュートラルにお金をこう見ることができるか、 right?でまあ、彼女の場合はそのお金っていうところになると、すいませんちょっとまた私稼ぐっていうところにちょっとお話しするんですけども、で無意識なんですよね、おそらく彼女の場合は。だからそれをどうニュートラルにしていくか、 That's a mindset work, mindset work、right? 時間がないからとか、なんかこうするまではとりあえず頑張らなきゃと思ってる人、お金に対してのマインドセットもあるけれども、マインドセットワークっていうのもあるけれども、時間に対してのマインドセットワークっていうのもありますほとんどの人はお金に対してのマインドセットワークはするけれども、時間に対してのマインドセットワークっていうのはしないからこそ、何が起こるかっていうと、もう焦る、他の人がもうすごく先に進んでるように見えるとか、あ今日もこれもできなくなっちゃったとか、私全然進むことができないっていう風になって、その時間に対してのマインドセットワークっていうのがもう全然もうグラグラな状態になってしまう、right? だから本当にビジネスっていうのは、もちろんその行動っていうのがないと結果っていうのは出ないけれども、でもやっぱりその内側の部分のマインドセットワークっていうのが大切なのっていうのも分かりますよね。だからハートとハートでコネクトできるビジネスをする、でこれっていうのはもちろんチョイスであるし決断であるし、right? でこれは他の人がやってくれるわけじゃなくて、自分でその自分をリードしてハートとハートでコネクトしないといけないわけですよね。 We need to learn, right?And be able to make a decision as a heart-centered business owner, right? 私たちの決断なんです。ハートで決断する。数字がロジカルがとかそういうことではないと思うんですよ。Okay? なので、この例えばね、セールスコール、okay? セールスコールをするときもそうなんだけれども、まあ、ビジネスのこの表面的な言葉で言うとセールスコール。セールスコールっていうのは、お客様が皆さんがそのサービス、提供するサービスを取るか取らないかっていうのを決断するためのコールですよね。だってもう情報なんて十分あるから、まあもちろんそのもっと詳しい情報を知りたいっていう意味でお話しする。でもそれでも同じですよね。結局のところ、ファイナル、最後の目的は何かっていうところ、最後の目的は何かっていうと、お客様に決断をしてもらうためのコールなんですね。だからセールスっていうのははっきり言って決断でもあります。もちろんお客様をサーブするとか、お客様の人生が変わるファーストステップでも、そのお客様の人生が変わるファーストステップを取るということは、結局のところお客様に決断をしてもらう。だからそのセールスコールって、私たちって何のためにやってるか、売るためにやってるのか、の売るためにじゃないんですよ。お客様の人生を変える、そのファーストステップを出してもらうための決断をサポートするんです。でそのためにこういうふうにしないと、セールスのコーチが、セールスの方コーチがこういうふうに言ったから、こういうふうにしてお話ししなきゃいけないとか、こう急がせるような、煽らせるような、こういうような話をしないとっていうふうに、そこでこう自分の中で頭でこうね、ロジカルなところで揺れちゃうかもしれないけれども、そのセールスコールで決断をしてもらうためには、
まずは結局のところハートとハートですよね。相手が決断、お客様が決断をしないとそのお客様の人生も何も変わらないですよね。だから心を寄せて話すこと、その決断を手伝ってもらうこと、売るとかじゃなくて、OK? だからそれが本当に私たちのそのハートとハートでビジネスをする人たちの考え方だと思うんですね。で、私も実は会社でね、働いてるときは、こう、私がこう、マネージャーとしてメンターシップをやってるときに、まあ、ワンオンワンコール、1対1のコールっていうふうに呼んでる人もいたけども、私は実は、ハート to heart コールって呼んでたんですね、昔。ハートとハートでコネクトするっていうふうに。もちろん私のお客様っていうのは自分のチーム、メンバーだから、チームメンバーであるし、本当のボス、私にはもちろん自分のボスっていうのもいたけれども、本当に一番、ハッピーにさせなきゃいけないボス、本当のボスって誰かって言ったら私はチームメンバーだと思ってたんですね。だからハートとハートで私のお客様、要するに私のチームの人たちをどれだけハッピーにさせてあげるかっていうので、ハートとハートのコネクションコール、ハート、ハート to heart call っていうふうに呼んでたんですね。で、だから本当にそれをするハート to heart call っていうところで、だからセールスコールをするときは数字だとか、こう、いついつまでに決断するとか、そこじゃなくて、ハートとハートでコネクトする。ハートとハートでのカンバセーション。正直に、あなたが今必要なものはこうこうこうである。Right? 人生を変えるために皆さんのその何か達成したいゴールがあるんだったら、それを達成するためには、こういう決断が必要であって、それをするためにあなたが安心だ安全だって思ってもらえるように、今日は一緒にお話をしますねっていう風に、こう、普通のカンバセーション。ハート、もう何回も何回も言うけど、ハートとハートがコネクトするカンバセーションをする。もう本当にそれだけなんです。だからこう、セールスをするためにまずはこれをして、こういうようなピッチをして、こうこうこういうような話をして、No。特にだから、セールスコールっていうとすごいちょっとマスキュリンなね、男性性な感じするけども、heart to heart、right? コネクションでコールをするっていうのは、it's very feminine。で、私たちってその、serving, right? Serving, caring, right? Feeling, like, accepting, like, understanding the feeling, that's like, 女性は本当にそれが本当は上手なんだと思う。だから、ビジネスコールとして、まずはこれをして、これをして、こうこう、こういう風にして、最後でこういうところにこう落とし込んでって言うと、すごい苦しくなっちゃうと思うんだけども、そうじゃなくて、What the heck is this heart to heart 51? Welcome! That is so crazy! 今日のちょっとごめんなさいね。heart to heart 51さん、ありがとうございます。ジョインしていただいて。今日の私のタイトル、ハートとハートでコネクトするっていうタイトルなんですよ。でね、ハートとハート、ハート to heart って出てきたからちょっとびっくりした。Hello! Thank you so much for joining! Of course! Hello! こういうことが起こるわけなんですよね。Thank you, universe! Alright. Anyways, wow. It's very interesting. Okay, so, だからね、そう、女性は本当にそれが本当は上手にできる人なんです。だから、セールスコールっていうその言葉にこう圧倒されないこと。What is your intention? 自分のインテンション、自分が意識しているのは何か。Yes! Wow! Right? I know! It's just like, ah! Crazy! I love that! So, what is your intention? 自分がこのハートとハートでコネクトして、お客様に決断をしてもらうっていうのがインテンションですよね。お客様の人生を変えるっていうのに、その安心して決断をしていただくために、正直に素直にハートとハートでコネクトして、カンバセーションをする。それは私たち女性で本当に上手にできるところです。だからそこは自信を持って皆さんにやってもらいたいなっていうふうに思うんですね。あともう一つ大切なことが、What is your integrity? その自分っていうところで、その、なんていうのかな。何が正しいか、何が本当の正直なことなのか。だから、こういうふうに言わないと、セールスがクローズできないっていうふうな、なんか勝手な思い込みとかがある人がいたら、もうそんなことしなくていいんです。もうハートが勝負だから。ハートが勝負だから。Hi, Kazue さん Thank you so much for joining from Japan! right? Okay, そうだからね、私たちは難しい道を選択しています。But,いいんです。We're meant to. 私たちはそれをするために生まれてきてるし、それを選んでいるってことは、もう自分の中でそれができるっていうのが分かっていて、それを決断している私たちです。Okay? なので、そのね、難しいところです。もちろんビジネスっていうところで CEO として、ビジネスの収入っていうところだって大切だから、私たちみんな趣味でやってない。これはプロフェッショナル、right? 私たちはプロフェッショナルとしてやってるから、
そのもちろんお金っていうところも大切なんだけれども、これが私が信じてることだから、このトゥースっていうのはもしかしたら皆さんにとってのトゥースじゃないかもしれないけれども、これは私の真実だから、私の真実をこうシェアすると、ゴールを達成することを優先するのか、それとも人をサーブしてハートとハートでコネクションするっていうところに集中するのか。私はそのハートとハートでコネクトしてお客様をこうサーブする、お客様の達成したいことを、達成したいことのこのサポートをすることで、それがそのそれをすることでお金っていうのは It's a byproduct、 それは副産物として嫌でもついてくるものです。 OK、 私も自分でビジネスをしています。偶然に参加しました。本当に私は日本どちらですか。私は今アメリカのテキサスなんですけれども、出身は横浜です。浜子です。Yeah, so thank you so much. It was just, oh my gosh, heart to heart, 51 cents. I have to message you. Like, this is crazy. It's so funny. ということで、もう本当だからね、今日もこのカンバセーションしたいなと思ったら、もう別になんかその、島根県、welcome! 島根、多分私のベストセスターズで多分島根に住んでる子がいる。島根だったかな、島根だった気がする。I have to double check. Yeah. Anyways, but yeah.今日もね、だから本当にすごいシンクロですよね。本当に。Oh my gosh. Like, everybody witnessed this. 皆さんこれ見ましたよね。Oh my goodness. Yeah. So, うん。今日はね、だからそういう、こういう投稿とかって本当に、私はそのなんか投稿しなきゃっていう意味で発信とかもしないし、本当にコネクトしたい。I have something to say. I'm here to lead.私は私で自分がリーダーとして皆さんのをリードする、何か伝えたいメッセージがあるときにしっかりとこういう風にショーアップすることをしています。今日もね、さっき本当にワンワンがあって、それでインスタグラムもやらないとこういう風になっちゃうっていう風にね、こうなんかこう自分のサブコンシャスの部分から勝手に決めてるストーリーとかっていうのがあってね、そういうのをこう発見して一緒にねワークしたんですけども、今日も私のこの思いが皆さんに届いてくれたらいいと思います。みんながみんな受け取るわけじゃなくて全然それがよくって、でも受け取るべき人、Heart to Heart さん、You're meant to 今日はね、Heart to Heart さんはもう本当にもう絶対しっかり受け取るべきメッセージだったと思います。Oh my gosh! マヨさん Thank you so much! Yes! ぜひぜひマヨさんもコネクトしてくださいね。マヨさんもシスターズで一家というね、ブランドで、オイルをオイルってなんか色、オイルって言ったら色々あるエッセンシャルオイル、 Is that what it is? Yeah. アロマをね、提供されている素敵なシスターズの一人です。ということで、参加していただいてどうもありがとうございました。7月の22日からまた新たに私は素敵なテーマです。あー、Thank you! 英語コーチさん、ともみさん、 Thank you so much. Fragrance! OK! That's so much better! So much! It's so much elegant! Elegant な感じの Yeah! So, で、22日からまた、イベントをやります。OK? で、イベントのタイトルが Launch to Expert Status。 専門家として地位を立てながらローンチをするっていうね、とっても私にとってはね大切なテーマでもあるので、もしも興味のある方はまだまだ88名限定の方で、募集をしているので、無料のイベントなので、もしも興味のある方ぜひ私のインスタグラムのリンクから登録していただきたいなというふうに思います。 Alright, well thank you so much。 私もともみという名前です。 Oh my goodness, ともみさんWelcome! OK, ともみさんね、あともう一人、もう一人シスターズの人でともみさんっていう方がいるんだけど、今見てくれてるのかな、ちょっとわかんない。ともみビーンガイルっていうね、方もいて、彼女もってシスターズで、ね、多分今夏休み、夏だからかき氷、創作かき氷ですごく忙しいかもしれないけれども、ともみさんという方もね、何名かいます。This is so beautiful! I love that! Well, thank you so much for joining. I really appreciate it. And have a wonderful day, everyone!